あるロシア軍の兵士による告発。2月に行われたブフレダルやアウディーユカの攻勢において、素手で戦うために派遣された300人の部隊のうち、生き残ったのは3人だけだった。何ですかこの記事、戦死率 99% の突撃って、全滅とか壊滅のレベル超えてんじゃない。というか素手で突撃って何？兵士たちは小銃を一つは持たされてはいたようだけどな。なので正確には本当に素手で突撃していたわけではないようだが、まあ、彼らの境遇はかなりひどいものであることは一緒だな。以前、2022年9月以降に行われていた、ワグナーによる囚人兵の突撃作戦と似たようなものですね。今も正規軍がそのやり方を踏襲して突撃させてるとは。いや、これどうも記事を読み解いていくと、その時よりも状況が悪そうなんだよな。ワグナーのやり方もまあ非人道的ではあったんだが、それ以上にロシア正規軍の白兵突撃のやり方は劣化していると言える。ということで今回は、ロシア攻勢で自滅、戦死率 99% のヤバすぎる白兵突撃作戦と題し、激戦地ブフレダルで行われた突撃作戦について、ロシア兵の証言を元に見てみよう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等があれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになっています。それでは皆様、ゆっくりしていってね。2023年1月以降、ドンバス地方で行われていたロシア軍による大攻勢の中で、最も激しい戦場として伝えられていたのが、ワグナーグループが主力となっていたバフムート、そしてロシア正規軍が主力となっていたブフレダルだった。両者は共にウクライナ軍に多大な被害を与えているものの、よりロシア軍による攻勢が進んでいたのは、ワグナーが攻め入るバフムート戦線だった。ブフレダルに関してはロシア軍側の甚大な被害が報告されていましたね。バフムートは3月末に入って、戦況の変化がどんどん乏しくなってきて、大攻勢の失敗も伝えられるようになってしまいましたけど、そうだな。とはいえバフムートは今も激しい戦闘が続いている。逆にブフレダルの被害は凄まじかった。3月2日には、ニューヨークタイムズが130両近くの装甲車両を失ったとされる報道を行っている。ここではかなり激しい戦車戦が行われたことも伝えられていて、ウクライナ側の報告では、この時の戦闘の指揮官に専門的知識を持った者が不足していたことが、ロシアがブフレダルで大損害を被る理由になったと判断されているな。指揮官なのに専門的な知識を持ってない人もいたってことかこれ？ともすると、優秀な下級将校も消耗もかなり激しいとも予測できますね。記事によると、突然持ち場を変えられた兵士もロシア軍にいたようですね。またも行き当たりばったりな作戦が大損害の原因ってとこかしら。行き当たりばったり感はまさにその通りで、バフムートの包囲が難しいと見るや、なぜかいろんな方向に手を出し始めているロシア軍の攻撃も報告されていたからな。地理的に、戦術的に要所を抑えるのではなく、手当たり次第にウクライナ領に侵攻しているという、これまでにはない動きをロシア軍が見せていたのも、今回の大攻勢の特徴だった。ただしこれらの兵は素人同然の兵士だけでなく、この戦線には第155海軍歩兵旅団など、かつて数多くの精鋭と呼ばれる部隊が投入され、そして壊滅していったことが報告されていた。今回の告発は、その後の話だな。あ、ブフレダルの壊滅の後の話なのね。ということは海軍歩兵旅団がボコボコにされてまたその後に、今度は小銃一つしか持たせていない歩兵部隊を突撃させていたってこと。兵士らの告発はそんな感じなんだよな。かつての精鋭が壊滅した後、動員兵の部隊を投入してまた壊滅した。その惨状はどういったものだったのだろうか。次はここを詳細に掘り下げていこう。ブフレダル戦線はもう何ヶ月もロシア軍にとって厳しい状況にあったわけだが、最近になって、このブフレダルの戦場を生き残った数少ないロシア兵士から、当時のブフレダルの惨状についての告発が出てきている。今回の報告は、ラジオリバキというメディアの取材に答えた、シベリアからの動員兵の友人によるものだ。動員兵の友人、イワンが語るにはイルクーツク、アルタイ、オムスク地域から動員された動員兵たちは、第155海軍歩兵旅団がブフレダルで大きな損失を被った後、ほとんど訓練されていない状態で現地に送り込まれたと語っている。訓練せずに現地へ動員兵を送り込むというのが、ロシア軍ではもう当たり前になってるのね。
訓練不足の動員兵の投入は2022年9月から12月くらいまでで沈静化したと思ってたけど、全然そんなことはないんすね。動員兵の友人は第155海軍歩兵旅団についても語っている。第155海軍歩兵旅団はブフレダルで大損害を受ける前にすでに3回の壊滅が報告されているので、すでに精鋭部隊としての機能はなくなっていると考えられていたが、彼ら動員兵の視点ではやはり精鋭部隊であることには変わりなかったようだ。訓練しても到底追いつけないような精鋭部隊が壊滅状態にさせられた地域に訓練せずに送り込まれるということは、動員兵たちの大きな精神的負担にもなっていただろう。イワンの友人、オムスク州から動員されたアンドレイによれば、訓練こそあったものの、ウクライナに行く前の3ヶ月で訓練を行ったそうだ。その内容は小銃を次々と発砲する撃ちっぱなしのような練習か、練兵場にて行進し、足を踏み鳴らしただけだったと語っている。さすがに誇張では？という気もするが、まあ納得のいく訓練ではなかったのだろう。百歩譲って銃の連発は何か足しになったかもしれないけど、行進は一体何の訓練になったのかしら。軍事パレードかなんかのつもりか、わからないな。とにかく彼らはろくな準備ができないまま、すぐにブフレダルに送り込まれた。戦闘はひどいもので、増援もなければ砲兵支援もない。要塞化されたウクライナ軍の陣地に向かって、小銃一本で突撃することが彼らの任務だった。そこでワグナーが多少なりとも戦果を上げた。肉弾作戦がここで模倣されたと。そうだな。だがそのような白兵突撃の手法は、ワグナーの戦術には確実に劣るものだった。ワグナーによる囚人兵の運用は、囚人兵を突撃させることで後方の熟練兵たちがウクライナ軍の配置を確認し、そこに向けて砲兵による攻撃などが行えたという点で、非人道的ではあっても、意味のある攻撃ではあった。実際、これでウクライナ軍は苦戦してたわけだしな。だが、今回のロシア正規軍によるブフレダルの攻撃ではそもそも砲兵の攻撃が足りなすぎた。この点でロシア正規軍の突撃は、ワグナーの囚人兵突撃と比べても、何ら戦果を生まないものでしかなかった。さらにアンドレイがイワンに語ったのは、自分たちがこもる塹壕にウクライナ軍が反撃を仕掛けてきた時、指揮官から防御しろという命令はなかった。命令は攻撃だったとのことだ。攻撃を行うにしても連携することさえできなかった。彼らはそれだけの訓練をされていなかったのだ。突撃を行う兵士たちは、お互いに援護射撃を行うという方法すら知らず、前に立った者から続々とウクライナ軍の反撃により倒れていった。いや話聞くだけでえぐいな。命を簡単に消費する様子を実際に目の当たりにした兵士から語られると、かなり悲惨な戦場であることは伝わりますわ。アンドレイは2月末のブフレダルで、前線から携帯電話でイワンに電話をかけたという。それはイワンにとって初めての友人の様子で、アンドレイは電話口で10分間すすり泣きながら、彼よりも若い20歳の同僚兵士たちが、どう倒れていったかを語ったとのことだ。こういう話も前からあったわねー。前線の様子がひどすぎて家族とか親友に対して、現地の悲惨な様子を報告するロシア兵の姿。昨年の9月から状況は改善されていない。あるいは悪くなっているという印象ですね。うむ。この携帯電話での連絡、ウクライナ軍に端末を傍受されて情報漏洩の被害にある危険が高いため、ゲラシモフ参謀総長は1月、電子端末の前線での使用を禁止していたはずだが、彼の発言からすると、結局守られてはいなかったようだ。ああ、そういえばそうか。前線での携帯電話の使用はめちゃくちゃウクライナ軍に傍受されているって話、開戦初期からずっと同じだったのね。結局これも徹底できてないんか。これもやはり、彼らが十分な軍用の無線、その他連絡をするための手段を、前線で持っていないことの証明でもあるな。連絡はさすがに取らないとしんどいから、携帯を手放そうにも手放せないのだろう。この過酷な状況でアンドレイはこの激戦地を生き延びた。アンドレイが語るには、指揮官たちは公然と自分たちを憎とみなし、銃を突きつけて白兵突撃を強要したという。この報告について、該当部隊はドネツク人民共和国軍の指揮下にあった可能性が高いとも語られている。2023年以降の大規模な軍事編成でドネツク人民共和国軍など、ロシア正規軍とは別の軍隊もロシア正規軍に組み込んだため、ロシア正規軍の将校が、ドネツク人民共和国にも配置されているという報告が上がっている。が、やってることは今までと何ら変わっていなかったようだ。ドネツク人民共和国軍の司令部は、2023年に入って今回の告発のように、前線の兵士からの告発が多く、評判がかなり悪くなっている。過去にも特戦隊として、最前線の兵士に発砲したりしてその行動は目立っていましたね。今回の場合も配属される部隊によって、環境の差は大きかったかもしれませんね。ドネツク人民共和国軍の司令官をロシア正規軍とすげ替えることで、
この軍隊もロシア正規軍として統率できるようにしたってことかしらね。アンドレイは、ブフレダルの戦場を離れたが、3月3日に入るとアウディーユカの攻撃に投入されたという。3月13日、彼は再びイワンに電話をかけた時、またその惨状について語った。旅団全体で一緒に過ごした300人の動員兵のうち、生き残ったのは自分を含めてたった3人。ブフレダルとアウディーユカの2週間程度の攻撃で、戦死率は 99% を超えてしまったのだ。その理由はなぜか。小銃1本で突撃させられているからだ。彼らの突撃には遮蔽物もなければ応急処置の支援もなく、多くの人は負傷し、そのまま死に至る。ドネツク人民共和国軍は、重傷者を戦場から連れ帰ることはまずない。彼らは死体の山を築くばかりで、有効な戦果を得ることはできなかった。しかも負傷兵を助けるための努力すら、放棄されていた。2週間ほどで致死率 99% って、その間もどんどん兵士が減りゆく中で、たった3人になるまで戦い続けさせられたなんて、訓練もまともに受けてないから、ただ的になるために突撃してたのね。作戦も何も、命を捨てる前提で少人数で突撃するだけやんけ。特にアウディーユカという場所は、その奥が田園が広がる平地であることが知られている。確かに彼が語るように、この地を突撃したら遮蔽物がないというのは当然の話だろう。ワグナーグループの場合は、突撃を行う囚人兵には突撃ルートを事前に通達しており、少なからずシステム化されていたというが、今回の動員兵の突撃はそれさえもない。ガチで突撃の方法がヤバすぎるんだよな。ただ兵士を消耗して敵の砲弾の数を減らすだけだ。ワグナーはワグナーで非人道的に囚人兵をまるで消耗品のように扱っていて、褒められたもんじゃないけど、前線で構成するために、一応作戦として成り立っていたんですね。今回の報告はオムスク州から配備された動員兵の友人による告発だが、実は彼の発言からちょくちょく他の地域から投入された動員兵の部隊も、同様の壊滅を被ったことが報告されている。狂気の白兵突撃を行った部隊は彼らだけではなく、こういう戦闘が毎日のようにあった。アンドレイのような悲惨なケースが特別なケースってわけではないということですね。2月に入ってウクライナ軍によるロシア兵の損失報告が1000人を超えるなどとんでもないことになっていたが、その多くはこれらの激戦地で無謀な突撃を行っていた動員兵たちの被害によるものであると考えられる。今回の白兵突撃作戦は、先ほども話したように2022年9月以降に参見された囚人兵による突撃作戦とは違い、よりその戦略的な意義に欠けるものであることが今回の報告からもわかる。前線の兵士だけではなく、まともな下級将校の損失が、ロシア軍に大きなダメージを与えているのかもしれない。今回のイワンの告発は、このままロシア軍の横暴を見過ごしても何もいい方向にはいかないだろうと判断し、アンドレイとの会話を公開したようだけど、これで何かが変わってくれるかどうか。前線に必要不可欠な兵士の他に、戦況を見て指示のできる下級将校の充実を急ぐ必要があるだろう。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。